住田町は岩手県東南部に位置する気仙群の町。豊富な森林資源と木材加工施設が整備されていることから森林林業日本一の町を目指している。住田町は岩手県の東南部、北上高地の南部にあり、森岡市から約9 0キロメートルの位置にある。東に釜石市、南東に大船渡市、南に陸前高田市。 南西に、一ノ関市、西に、欧州市、北に、東野市が隣接する。古生代の大石岩と、中生代の日なり岩からなっており、約80%が大石岩で占められている。四方を山に囲まれ、平坦地は、極めて少ない。長北東部から大きく、西部に蛇行して南下する気仙川及びその支流沿いに、集落及び農耕地が集中している。 種山が原始砲を標高600から1300メートルの山に囲まれている。森林面積は3289ヘクタールと総面積の約90%となっている。民有林の割合は73.7%であり、そのうちの人口林率は53.8%となっている。気仙川昭和橋より下流を望む町内を流れる清流。 気仙川では山芽岩ア鮎を釣ることができる。なお、支流の大股川にダム建設を行っている。気仙地域、陸前高田市は岩手県の中では温暖な気候であり、住田町は特に太平洋気候の影響から冬は暖かく、夏は内陸性気候の影響により、涼しいため比較的過ごしやすい気候である。 森岡地方気象台住田目出す観測所2005年平均住田は合併した上、上有洲村、下。合併協議の際は地域を流れる気仙川に由来した、鳴瀬町にする予定だったが、反対により現在の地名となった。当面合併せず自立、持続を掲げ、独自の林業施策などを推進している。森林、林業日本一の町づくりの、 看板住田町役場付近に掲げている2007年度の当初予算規模は次のようになっている。警察消防医療2007年10月時点で町内には有償診療所が1カ所、無償診療所が2カ所、歯科診療所が3カ所存在する。全室のものを除く。国の機関圏の機関住田郵便局衆議院小選挙区は岩手県第2区に属し、参議院選挙区は 岩手県全体で1個を占める。現在選出の衆議院議員は以下の通り。岩手県議会は陸前高田市と共に陸前高田選挙区に属す。定数は1人である。町議会の定数定数12人である。町議会の構成無所属11人日本共産党1人、歴代議長町議会の組織議会運営委員会の他3つの常任委員会を設置している。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると7.59%減の5720人であり増減率は県下33市町村中19位小学校中学校高等学校町内に空港はない最寄りの空港は花巻市にある花巻空港であるまた仙台空港を利用することもある住田町市街地へは 岩手県交通を利用。過去に存在した、バス路線高速自動車国道に並行する、一般国道の自動車専用道路、一般国道県道一般県道老関道、天根の岩戸の滝気線地域は以前は、達寮であり、当時、伊達藩の雛な銃に使われる雛なが、 現在の住田町と大船渡市、釜石市にまたがる御用山で生産されていたことから、五葉山ひなわじゅう鉄砲隊が結成され、様々なイベントでその様子を見ることができる。五葉山近くには、洞窟内の滝としては、日本一の落差の天の岩戸の滝を見ることのできる老館堂がある。宮沢賢治に、ゆかりの深い種山が、腹があることで知られ、かつては毎年8月上旬に、 全国から約1000人が集まって、キャンプをしながら、星空を眺めるイベント、スターウォッチング種山ヶ原が、地元青年が起こした無限会社展示人主催で、開催されていた。このイベントでは、天体望遠鏡を搭載した自動車、アストロカーを使って、天体観測をすることができた。無限会社展示人が解散したことにより、2005年を最後に開催は打ち切られた。 スターウォッチングに代わる音楽イベントとして、気仙ロックフェスティバルが2009年により、毎年7月に、種山高原で行われている。昭和6年に気仙川に架けられた、農地灌漑専用水路橋。右岸に導水するコンクリート製のアーチ橋であり、その形状から、メガネ橋と呼ばれる。気仙川に架けられた木製の橋。流れ橋であり、たびたび流されているが、 その度に復元されている。ありがとうございます。